桜井誠ニュース。1つ目、こんなはずではなかった。オーストラリアのアタック級新型潜水艦12隻建造計画が南極に直面している。2つ目、韓国の反応、なぜイランが日本ではなく韓国を狙ったのかが判明。3つ目、もう自民はダメ、秋の選挙は民主に揺れる、こういう方々。6つ目、韓国人、水道水をそのまま飲めるのは韓国くらいですよ。こんなはずじゃなかった。オーストラリアですね、オーストラリアのアタック級新型潜水艦12隻建造計画が南極に直面している。フランス設計の通常型潜水艦建造費が巨額になり、当局は使用中のコリンズ級6隻を改装する案に変更すべきか検討中だということです。なぜこの話題を取り上げたかというと、実はですね、このオーストラリアの潜水艦なんですけれどもね、このオーストラリアの潜水艦、日本製で、双竜だったかな、日本の潜水艦をこうオーストラリアが取り入れるという話もあったんですよ。で、この時にフランスとこう競合して、フランスが勝っちゃったんですね。で、まあ、日本としてはもう関係のない話なんですけれどもね、フランスが勝ったんですけれども、そのフランスが新しくですね、このコリンズ級というのをですね、作ろうかってなった時に、結局その最初の見積もりと違ってるんですね。いろんなね、事情があると思いますけれども、かなり割高になってるんですよ。それで、じゃあ今あるですね、その、オーストラリアのですね、潜水艦ですね、今あるオーストラリアのコリンズ級を回収して、まあ、改装して、コリンズ級海として、就航させようというのが、実際にこう議題に上っているということなんですよね。まあ、しかしながら、まあ、これ、潜水艦事情というか、軍事事情に詳しい方だったらお分かりの通りね、コリンズ級っていうのは、失敗作と言われてるんですね。だから、全面的に潜水艦をこう変えると。で、その時に日本のですね、まあ、日本は世界最高の潜水艦技術持ってますのでね、原子力潜水艦ではないんですけれども、通常型潜水艦に関してはアメリカ以上ですからね、日本は。世界最高の潜水艦を作ることができるんですよ。まあ、何せね、昔から潜水艦に関してだけはですね、こう情熱を燃やしていた日本ですからね。あと異号潜水艦なんかね、何ですか、潜水艦の中に飛行艇をですね、入れて、で、飛行艇でですね、爆撃するというですね、こういう計画もあるんですよね。まあ、通常型ディーゼルではないという、電池式の、潜水艦とかですね、リチウム型潜水艦だったかな、というのも出てるんですね。で、リチウム型ですから、本来だったらね、リチウム電池ですから、水につけると爆発しかねないんですよね。で、その危険極まりないリチウム電池を、その、潜水艦に、こう、入れることができる。その技術を日本が持ってるんですよ。だから、ものすごいんですよ、これ、本当は。ただ単にリチウム電池を、潜水艦に入れましたにだーじゃないんですね。その先ほど言った通り、リチウム電池っていうのは、その、水に触れるとね、爆発するんですよ。ですから、水に絶対にね、こう深海の中でもね、水に絶対に触れないというですね、その技術をね、確立するというですね、まあ、だからよくですね、潜水艦ってね、まあ、日本の潜水艦は何ですか、どっかのテレビ局とかがね、こう若いお姉ちゃん使って、その潜水艦の中をこう、ね、探索して、で、一緒にね、こうカレーとか食べたりするシーンがね、よく出てるんですけれども、公開されているところというのは、本当にね、
その潜水艦のね、このなんていうの、潜水艦の中での暮らしとかね、そういった部分で、実際の、例えばリチウム電池とかね、あるいは、魚雷発射管とかですね、こういったのはもう軍事機密ですので、絶対に見せてくれないんですね。だから本当にごく一部しか見せてないんですよ。で、そのですね、日本のその潜水艦技術を蹴っ飛ばして、高いっていうことで蹴って、フランス製を取ったら、実はフランス製の方も、最初に提示していた額と全然違う。だからこのあたりなんですよね。インドネシアの件もそうですけれども、日本って本当馬鹿正直にですね、こう出すわけですよ、見積もりを。で、大抵見積もりからね、こうずれることはほとんどないんですけれども、ずれることがほとんどないっていうことは、要は、その通りのね、値段で出すわけですよね。で、これ国対国の戦いですからね、多少でも安くして、で、後になってね、いや、これとこれの費用がかかりますよっていう形で交渉する。これは当たり前なんですよ。ところが日本、こういう交渉ができないもんだから、アホですからね。もう本当にどうしようもないバカですから、最初からそれを乗っけて、見積もりを出すんですよ。だから高いって言われるんですよね。まあ結局フランスのね、この潜水艦も、日本と大して変わらないぐらいの値段だったということで、コリンズ級を、じゃあ今オーストラリアで、活動中のコリンズ級を回収しようと。でもこのコリンズ級というのはそもそも失敗潜水艦と言われてますから、回収しても使えるかどうかがわからない。といったところです。はい。それじゃ続いてのニュースを見ていこうと思います。続いてのニュースはこちらです。まあ、このね、海のつながりというかですね、海つながりで、韓国からです。何でしょう。なぜイランが日本ではなく韓国を狙ったかが判明。いや、本当にこの人たちね、どうしても日本と比べないとね、死んでしまう病気なんですね。もう何かっちゅうととにかく日本、日本でしょ。というか、この件に関しては、韓国が悪いに決まってるでしょうと。70億ドルですよ。70億ドルの、イランの資産を勝手に凍結してですね。で、それ全部使ったからといって、で、その70億ドル。この資産を、あんたを代わりにね、救急車を送るから勘弁してくれよとか、バカなこと言ってるわけですね。救急車を送るから、帳消しにしてくれって何言ってんだっちゅう話なんですよね。本当に日本の名前出さないでよといったところなんですけどもね。で、韓国の言い分ですね。じゃあなんでね、イランが、韓国のね、韓国だけを狙い撃ちにして、こう、封鎖したんだ。まあ、この記事の中ではですけれどもね、記事の中では、日本もですね、実はイランのですね、資産を凍結しているというですね。まあ、これはですね、国連によるですね、制裁決議が発表されて、で、イランのですね、資産を凍結するということで、日本もですね、イラン資産を凍結してるんですけど、その額がですね、現在15億ドルになっているそうです。15億ドルの資産を凍結してる。まず一つには額が違うということですね。70億ドルもの額を凍結してるのは、これがあんた韓国なんですよね。で、日本は15億ドルしか凍結してない。まあもちろん15億ドルって言ってもすごいお金なんですけどもね。で、何よりも日本政府というのはイランとですね、この凍結資産について話し合ってるんですよ、今。凍結資産についてどうやってね、その15億ドルをそのイランにね、返却するかっていうことで、いろいろ話し合ってる最中なんだからもう比べること自体が間違ってるんですよ。韓国は70億ドルの資産を凍結した後に、イランがね、こう申し入れてるんですね。その70億ドル返してくれよと。で、本来だったらそこで話し合いの場を設けなきゃいけないのに、これ蹴倒してるんですよね。
いや、これ蹴っ飛ばしたのが、これが朝鮮なわけですね。だから、イランが怒ってですね、その朝鮮の単価を拿捕しちゃったわけですね。当たり前でしょというですね。で、挙句の果てに70億ドルの代わりに救急車を送るにだ。いらねえよというですね。いつもこれなんですよね。だから朝鮮人が要は言いたいのは、もうここで恨み節いろいろ書いてるんですけれども、言いたいのはですね、日本はね、あんた15億ドル、同じね、韓国と同じですね。まあ、額は違うけれども、同じ資産凍結してるのに、イランは日本には何も言わないんだ。これは差別にだ。もう本当にね、この連中の頭ってのはね、どうしようもないぐらいにですね、なんていうの？日本に対するこの劣等意識というかね、劣等感で満ち溢れてるんですね。もう本当に日本人には理解できないんです。なんでこんだけ劣等感なんだと。いやね、朝鮮の歴史っていうのは常にそうなんですけれどもね、過去において悲惨な歴史だったというのは、もうこれ現実を見りゃ一目瞭然なんですよ。過去において悲惨な歴史だったかもしれないけれども、今それを変えていけばいいじゃん。今ね、過去にとらわれずに未来をどんどん変えていけばいいだけの話なんだけれども、朝鮮人というのは過去に生きてるんです。だからほんのね、20年前、30年前の朝鮮人のことさえ彼らは捏造するわけですね。今のね、朝鮮人、まあ、なんていうの、原爆少年団みたいなね、あんなのとかですね、あるいはその、少女隊？まあ、ちょっと古いか。今なんだっけ？ブラックピンクだったかな？とかいうですね。ああいう尻振り姉ちゃんたちが出てるわけですね。で、その尻振り姉ちゃんたちの、あの姿が一般的な朝鮮人だと思ってる人たちがいるけれども、あんたたったね、30年前、40年前ですよ。だから、我々の記憶に残っているお朝鮮というのは、消防車とかですね。真ん中が太っちょで横が細っちょというですね、わけのわからんこのね、トリオでですね、で、日本のモノマネして歌っているというですね、まあ、それぐらいだったらいいパクサのですね、気違いじみた音楽ですよね。もう変なおっさんが変な音楽でね、じゃんじゃかじゃんじゃか歌っているというね、まあ、これがね、面白かったんですけどね、いや、あれはね、本当面白かったんですよ。で、そのね、あんたお朝鮮の素晴らしい歴史っていうのを完全にね、ないものとして扱ってるんですよね。だから、ジャニーズだったっけ？ジャニーズの誰かが言ってましたけれども、韓国の今の K-POP っていうのはジャニーズのパクリだというですね。はい、それじゃあですね、ちょっとそろそろですね、急いでいきますのでね、続いてのニュースです。続いてのニュースはこちらです。まあ、これはニュースというかですね、掲示板に書かれてあったものですけれども、もう自民党はダメ。秋の選挙は民主党に入れる。というですね、自民党がダメだということは、もうさすがにね、今の国民、多くの国民がですね、理解できてるわけですね。自分たちをぶっ殺しまくってるのがあんた自民党ですからね。で、民主党に入れる。まあ、民主党に入れてもいいんですけれどもね。なんていうの、どっちも同じなんですけどね、自民党と。だから自民党が野党よりマシじゃなくて、自民党も野党も同じだって言ってるんですよ。で、それで自民党がダメだから民主党に入れる。結局国家破壊は国民の手によって行われているんだということなんですよね。いや、もうね、自民党に国を救う気なんてこれっぽっちもないんですよ。国民を救う気もないんですね。いや、自民党の次の政党で、でもここにですね、このスレッドの中に、
日本第一党とか桜井誠って声が結構上がってたんですよ。いや、まあもちろんね、全体で見りゃ本当にね、いくつかしか入ってないといえばその通りかもしれないけれども、全然関係のないね、こういった掲示板に日本第一党桜井誠の名前がですね、出てくる。それだけ浸透しているということなんですよね。で、それはまたもう一つ言えるのが、もう今のね、既存政党ではどうすることもできない。これにようやく気がついた国民がちょこちょこ出始めているといったところでしょうかね。もうどこにも入れようがないんだから、もう日本第一党ぐらいしか入れるところがないというですね。まあ、だからこそね、今、自民共振者の皆さん、パヨクはいつもですけれども、自民共振者がね、こう、日本第一党を誹謗中傷してね、で、桜井誠をこうね、なんていうのもう、いつもみたいにね、こう、なんていうの、鬼の首を取ったようにね、お前はこないだ空母から飛び立つね、何ですか、飛行機に乗って、で、映画に出やがってこの野郎とかですね、いや、それ私じゃないんですけど、私じゃないんです。言っても言うこと聞かないですよ。お前トム・クルーズみたいな顔しやがって、この野郎とか言ってですね、蹴飛ばされるわけですね。いや、もう本当にね、もう、辛いですね。いや、私本当辛いです。まあ、それでも皆さんのために頑張ってるわけですね。いや、こうやってね、いじめ回されてる桜井です。いじめるといえばですね、なんだっけ、マサコマックス！マサコマックスもね、なんか散々ね、こう人のこと書いといて、で、こいつが書いた文章で、嘘だっていうことがバレたやつがあったんですね。横田滋さんが来て、涙ながらに、桜井にやめてくれと言ったのに、これを蹴っ飛ばして桜井は、やってみだー！まあ、こんな感じで言ってるわけですね。完全に、気違いですね。で、この気違いが言っていることが全くのデタラメだということが分かったんですけれども、この気違い発言について、このですね、政子はですね、何も言わない。政子はですね、自分が嘘をついてね、もうごめんなさい、申し訳なかったですと、一言も言わないんですよね。で、逃げてる。そう、私、横田滋さんに会ったこともないんですよ。横田滋さんに会ったこともない私がなんでそんなこと言われるんだって話なんですよ。いや、だから、政子が嘘をついていたということは確実なんですよね。であれば、自分の嘘がバレたんだから、申し訳ございませんでしたと言って土下座して謝罪するのが普通じゃないんですか？で、それ逃げてるというですね。本当にドイツもこいつもね、いや正しいことで桜井を批判するんだったらいいんですよ。でもね、嘘800並べ立てるもんだから、こうやってね、それ嘘だよっていうことでバレちゃうわけですよね。え、そうでしょ？急にね、桜井のさの字も、マコリンのまの字も出さないというですね、自分の嘘がね、もうあっちからこっちからですね、嘘つきっていうことでですね、非難の声が殺到してですね、書きたくても書けなくなったというですね、マサコマークス！東京刺激クラブです。グルメ動画ですね。まあ、わからない。このね、ネタがね、どうしてもわからないという方がいらっしゃるんでね、まあ、このね、東京刺激クラブというですね、最近ちょっとね、人気がね、落ちてきたかなとは思うんですけども、独特のこの人形を使ったですね、グルメ動画ですのでね、皆さんもですね、まあ、たまにはこう、見てくれてもいいかしらという感じですね。はい、それじゃあですね、続いての、ニュースに行きたいと思います。続いてのニュースはこちらです。水道水についてです。世界で水が安全に飲めるですね、ところということで、お朝鮮人が出してたんですね、マップがあるんですけれども、アジア地域では、ブルネイ、
香港、イスラエル、日本、シンガポール、韓国となっております。まあ、それ以外にもですね、水が飲める地域というのはですね、世界にもちょこちょこあるんですけれども、このアジア地域ですね、アジア地域では、ブルネイと香港とイスラエル、日本、シンガポール、韓国の6カ国だけだということなんですけれども、韓国人がですね、日本は放射能で汚染されてるから、水はね、水道水は飲めないと。だからもうこれはね、韓国だけが唯一その、何ですか、衛生的に水を飲める国なんだということを言ってるわけなんです。しかしながらですね、まあ、放射能というのはね、いつもの朝鮮人の日本をですね、こう揶揄するときの言葉なんですけれどもね、もう君たち忘れたのかしら、あなたはもう忘れたかしらというですね、このねフレーズがね、もう頭に何度もリフレインするわけですね。確か去年ですよね、これ。去年のニュースで韓国のその下水の処理が間に合わなくて、下水をですね、そのまんま上水道に流した。つまりですね、韓国人の出した雲母を、そのまんま浄水のですね、浄水場の方に流すというですね。で、これソウルですよ、言っときますけど。ソウルの水道水をひねったら、大腸菌がね、こう、むちゃくちゃに出てくると。で、おかしいってんで調べたら、その、下水の、その処理が間に合わなくて、浄水のね、の流れのところに下水をそのまま垂れ流していたということで、いや、あんたこんな国のね、お水飲めるの？いや、君たちは飲めるんですね。だからあの国では、年に2回の虫下しが義務付けられてるんです。学校でもそうですけれども、毎年2回の虫下し飲むんですよね。バカじゃないの？でだから日本人がね、韓国 の、 生の水飲んだら、あんたはもう当然ね、赤痢にかかったりとかね、コレラにかかったりとかも、大変なことになるわけですよね。だってはもう、人のね、こう、まあね、私もね、上品な言い方して申し訳ございませんね。便汁ですね。この便汁が出てくるわけですからね。まあ、こういったですね、凄まじいですね。水道水、韓国の水道水の実態でございました。